ジョセフ、ジョセフ、どこに行ったの。彼なら一人でも大丈夫ね。まずはレスリーを探さないと。彼の名前はルベン・ビクトリア。今はルビクとしてステムの内部に存在している。ルベンは天才だった。たった一人でステムの全てを設計した。だが思惑が一致しなくなった。彼はどうなったのですか。ルベンについては対処済みだ。ルビク、私に気づいてる。さらに悲惨なことが起きている。被験者たちが次々と死んでいる。ステムにつながれたままの突然死だ。なぜか皆苦悶と驚愕の表情を残したまま死亡している。生き残った被験者たちは緊張病性行動がひどく、話す内容が支離滅裂でヒアリングが困難な状況だ。プロセスに何か変更を施したわけでもない。単に患者がステムの負担に耐えられなくなっただけか、もしかすると精神状態が良好な被験者でシステムを浄化する必要があるのか。ともかく今のシステムは不安定だ。メビウスは容認しないだろう。今回責任は私のみにある。ビーコン精神病院にあるもう一つのプロトタイプの準備が整ってきた。準備が完了すればワイヤレスシステムへの変換を開始する。万一今のステムの研究が失敗に終わったとしても、次世代機の存在をメビウスに説明すれば面目を失わずに済むかもしれん。
人では危険すぎる。生きていて。それじゃあの二人は？彼らは任務と関係ない。前に言った通り捨て駒だ。邪魔になったらどうすべきかは分かっているな。
今日最後のテストグループの被験者、どうせまた尻滅裂な話しか聞けない。下手したら死亡してしまうと思っていたが、被験者番号105、レスリー・ウィザーズは違った。ルベンは彼が被験者としてふさわしくないと除外していた。でも知っていたに違いない。私に自分のメモを読まれることも、他にも私から隠していたことはあったのだろうか。しかしこのレスリーという少年、実験から戻ってきた彼の話は説得力があった。ステムの中での経験を冷静沈着に話していた。彼の独特な病変がステムの中のナビゲートを可能にしたのだろう。連中は少年の存在を知らないが、あの子が鍵になるのは間違いない。全員が意識を共有すれば、彼と一緒なら私もステムを体験できるかもしれない。中にいるゴーストの影響すら抑制することが可能かもしれない。この技術の確立に関わってきたが、彼となら私自身がその技術を極められるかもしれない。メビウスの連中も私の価値に気づいてくれる。昇進の話も夢ではない。ジョセフ、無事でよかった。あなたこそ。セバスチャンは？わかりません。戻って彼を探しに行きましょう。ダメよ。とにかくここから出ないと。その後探しに行きましょう。あのゲートは開けられる？我々には重すぎるから。気をつけてね。私は大丈夫。スイッチか何かないか探してみてください。時間がありません。ここから出られる方法を見つけてください。